はい、こんにちは。もえチャンネルマイハラです。はい、今日はこちらですね。うん。え、何これ？ベイブレードのランダムレイヤーコレクションボリューム9です。フルコンプセットを購入しました。はい。なので、今回はこれを使って遊んでいきたいなと思います。ちょっとここから黄金の5秒間やりたいなと思います。黄金の5秒間って何だって話なんだけど、この間にですね、ぜひ皆さんチャンネル登録してくださいね。待ってるんでね、うちら動かないで待ってますんでね。じゃあ行くよ、せーの、ほい。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。だー、登録してくれたかな。はい、じゃあ早速開けていきましょう。お、あ、これだ。これがカザードケルベロス。あ、シェルターリグルス。これうちは持ってないもんね。めっちゃかっこいいじゃん。ジークエクスカリバーにディープカオス。ディープカオス。最後がギャラクシーゼウスだ。はい。お、ギャラクシーゼウス。じゃあそれぞれステッカー貼っていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。まずこちらがハザードケルベロスですね。これめっちゃかっこいいね。そうだね。すごい。両側のメタルがこういう風に動きますね。へっこむようかな。なんだろうこれ。そういうので攻撃を受け流すんだろうね。そうだろうね。はい、続いてこちらがジークエクスカリバーですね。これレイシン君がステッカー貼ってくれたけど、黄色いやつだね。そうだね、黄色に青だね。これもね、もともとメタル入ったからね。はい、続いてこちらがディープカオスですね。ディープカオスは真ん中がこうあれか、上下するのか。そうそうそう。これも吸収型だよね。はい、続いてこちらギャラクシーゼウスですね。この何、ホワイトのギャラクシーゼウスもかっこいいね。ホワイトシルバーでね、宇宙の星みたい。これ中にメタルボール入ってるやつですね、はい、最後にこちらがシェルターレグルスですね、これはうちら乱舞で出なかったから初めてですけども、かっこいいね。かっこいい、これめちゃめちゃかっこいいよ。しかも今回赤だから ね、これ相棒にしたいぐらいなんだけど、これ広がるんだね。そうだね。こんな構造になってるかな。ここは全部広がるんだね。それで前回のベイプレートはこちらのアーチャーヘラクレスだったんだけど、これめっちゃ強かったじゃん、で、レイヤーとドライバーそのままにディスクとフレーム、これを変えましたね、ディスクは7、でフレームはバンプ、でこれが今んとこすごいうちでは強い、なんで今回のランダムレイヤーコレクションボリューム9対こちらのアーチャーヘラクレスで対決していきましょう、じゃあまず私はこちらでいきます。ジークエクスカリバーワンスパイダーですね。僕はアーチャーヘラクレス7バンプエターナルでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあパパは結構なこの畑系。お、あ、すごい。おー、バーストされちゃった。3、2、1、ゴーシュ。いけ、ヘラクレス。さあ今度こそ、今度こそバーストさせるか。おー、チャージオーサーバースト。3、2、1、ゴーシュ。いけ、今度は避けたスピンピンチだ。そうなるか、そうなってしまうか。そうなるよ。そこをなんとか。スパイアルっていうとね。そこをなんとか。あ、でも低速があるかな。あ、いかん、これはいかん。よーし、これはダメだ。ピンフィニッシュ。よし。はい、続いて私はこちらでいきます。ディープカオス、ゼロバンプベアリングでいきます。3、2、1、ゴーシュ。いけ。あ、両方。おー、バースト。早くも。3、2、1、ゴーシュ。いけ、あたしゃ早くです。いかん、いかん、当たっちゃいかん。よしよしよし、バースト。いや、あっちゃんが強いからさ、あんまボスターとりあえず落ちたけど、いやースピンフィニッシュでしょうね。いや、こっちもね、もうベアリングだから。バースト。3、2、1、ゴーシュ。いけ。さあ、今回もバーストですよ。ちょっといかんいかん。またあの可愛いバースト。ここっていうのをやって。バスト3連続バストは勘弁して。また可愛いバスト。はい、続いてこちらですね、ギャラクシーゼウス、セブングレイブオービットでいきます。 3、2、1、ゴーシュ。いけ、アーチャーヘラクレス。そろそろこのアーチャーに勝たないとね。さあ、アーチャーに勝てる者はいるのか。さっきアイコだったけど、今回もさあ、やっぱりさあ、ダメか。3、2、1、ゴーシュ。いけ。当たりにあえていったけど、当たりにあえていってもダメだな。さあ、いけ、アーチャーヘラクレス。スピンフィニッシュをね。おっと、でも今回はちょっとアーチャーヘラクレスが斜めだぞ。
真ん中を取っていけるか。おやった、やった、真ん中取っていけるのか。 3、2、1、 真ん中を取れ。よし、真ん中、真ん中を取る。あ、いかん、いかん、いかん、真ん中、オッケーオッケー、よし、真ん中、はい、真ん中は渡しませんよ。あー、真ん中取れた。おい、さっきと同じ感じ、また斜めになってる。いけるか。おー、やばい、あーちゃん、いける。頑張れ、ヘラクレス。あーちゃん、終わりだ。よいしょ。おーっと、はい、続いてこちら、シェルターレグルス、セブンオービットでいきます。はい、3、2、1、 いけ。今度は真ん中取らせないぞ。いや、今度はね、真ん中取らない。え、かっこいい。でもセンターレグルスめっちゃかっこいいよ。うん、本当は青なんだよね。ああ、メタルレイヤーがキンキンしてる。おー、嘘だろー。 あ、ドローかな。 3、2、1、 いけ。これいい音だね。さあ、真ん中を取ったぞ。こっからおいで。いけ。あー、 3、2、1、 いけ。ヘラクレス、いけ。またバスしやれ。いや、ここはアーチャー、アーチャーじゃない、間違えた、シェルター、シェルターが出てる。どうかな、危ない、いかん、いかん、いかん。あー、揺れてる、揺れてる。あー、あー、スピンフィニッシュ、アーチャー。じゃあ最後はこちらですね、超絶レイヤーですよ、うん、ハザードケルベアス、ゼロベアリングでいきます。はい、3、2、1、 これは勝てる。おーい、あらららC2は5。いけ、まともにやるようだ。まともにやり合ってワンプしてやれ。超絶、超絶、吸収してるぞ。今度は大丈夫だ。吸収してる、吸収。さあ、そうかな、こっちも粘りは強いよ。ベアリングでなんとか持て。くるくるくる、ベアリングで、おほう、うい、C2は5。いけ。あー、じゃあ早くやった。あー、またやった、またやっちゃった。はい、ということで今回はベイブリーズバーストのランダムレイヤーコレクションボリューム9でした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつもんとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、あー、負けちゃった。ということで、アーチャーヘラクレスの改造、なかなかいいね。うん。ああ、こんだけやっても、勝てないんじゃないですか。これは強いかもしれない、うん、やっぱね。うん。はい。皆さんもぜひ、おすすめ数あったらコメント欄で教えてください。はい。はい、ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。